もう一つですね、今新しい政治やらなきゃいかんとおっしゃる気持ちよくわかるんですけれども、私は歴史の勉強してるわけじゃありませんけれども、日本はその国家目標っていうのがあったんですよね。明治にはですね、近代工業国家を作る。明治維新ですね。維新ですね。で、いろいろ戦争があって迷惑をかけて、で第2の国家目標というのが戦後復興ですね。でね、第3の、あ、ごめんなさい、第3の国家目標が何だという議論をですね、ぜひしていただきたいです。国民がですね、要するに国が向かう方向でありですね、どういう内容、正確の国にするんだというそのナショナルオブジェクティブ的なものをですね、議論するということがどうもなされてない。それをどっかでやっていただきたいなというふうに思うんですが、いかがか。まあ、それはもちろん政権を取った人が、理事的な提案し、あるいは野党が対案を出すということだと思うんですけど、しかし我々国民一人一人は何を言っても自由だということであればですね、私はそれはやはり日本がですね、世界の平和のために率先してね、尽力をする国家にするなこと、もうこれしかないと思うんですよ。その具体策をどうするかって、いや、だからもうこれしかないと。特に今の世界はみんなが平和を望んでるんですよ。そうなりますと、いいですか、すいません、そうなりますとね、ですから現実的なその平和の定義っていうのは何なんだっていうことになっちゃうんですね。平和っていうのは、もう辞書なんて引くとですね、要するに紛争のない状態とこうなりますけど、そんなことは非現実的でありました。私は中東にいたから中東のことを頭に置いて考えるんですけど、やっぱり国による殺戮がない状態ですよね。国家が国民を殺すと、これだけはあってはならないということだと思いますよ。個人的殺戮は社会問題としてありますけど、国家が国民を殺すほどですね、非人道的なことはないんですよ。